はい、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、インスタグラムにね、こちらの写真アップしたらなんとなんと大好評でございまして、たくさんのコメント、いいねもいただきました。ありがとうございます。このメイクをぜひしてほしいというね、コメントが非常に多かったので、今回はこちらのメイクをしていきます。じゃあね、早速やっていきましょう。まず使っていくのがストロボクリームピンクライトです。うわー、てか今日めっちゃ目かぶれてる、あれですね、まつげ美容液。はい、でね、最近愛用している下地です。ポール&ジョーのモイスチャライジングファンデーションプライマーです。このプライマー今めっちゃ気に入ってて、ベスコスに入ったぐらい。塗りすぎちゃうと結構もろもろが出ちゃうので、あんま塗らないようにしていきます。で、次に使っていくのが RMK のクリーミーファンデーション104番使っていきます。毎日メイクではもう当たり前のように使っているコスメですね。まぶたのところはしっかりパウダーで押さえていきます。いつもより薄めのメイクではあるんですけど、アイシャドウはね、しっかり塗っていきます。で、眉毛もしっかり描いていくので、しっかりパウダーはのせていきます。で、次に使っていくのがメイベリンのスナップスカラのダークチェリー7番を使っていきます。で、いつもは眉毛を描いてからなんですけど、今回はちょっとこう先にマスカラを塗っちゃいます。で、この毛並みに合わせて描いていきます。毛の生えてる方向と同じで、いつもはカーブがかった眉毛にするんですけど、あんまりカーブをつけないようなメイクにしていきます。で、このコンシーラーもあんまりカーブをつけすぎず、平行を意識して描いていきます。パウダーでしっかり押さえていきます。はい、眉毛ね、完成しました。次、じゃあアイシャドウね、こちら使っていきます。クリスマスコフレのね、あのものなんですけど、ロレアルパリのパリエレクトリックナイトアイシャドウパレット2番使っていきます。すごいですよね、これね。くまみきさんに以前メイクした時にこのアイシャドウパレット使ったんですけど、スノードームをイメージしたアイシャドウパレットだそうです。まずはこのカラーをこうピタッてくっつけながらで、塗るときはちょん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 、こんな感じかな。だけ境目だけぼかします。深みも出したいので暗めの色もこうちょっとのせます。で、こう塗るっていうよりか毛先だけをこうつけるような感じでアイシャドウをね、のせていきます。で、ここでちょっとこうアイシャドウベースを中心に入れて、ニックスのラブユーソーモッチシャドウパレット2番を使っていきます。ラメがね、粗めのものなので、ちょっとこんな風にバーっとのせていきます。次は違うね、ラメを大胆にのせていきます。囲むようにこの辺からちょっとカーブを意識しながらアイシャドウをのせていきます。ちょっと目尻側の方が太く濃く描いて、この目頭のこっち側の方はちょっとこう細めに描いていきます。で、ちょっとこういう太めのブラシを使って塗った部分を軽くぼかしていった後に、このカラーをパッとこうのせていきます。で、ちょっと上と同じね、統一感を出します。で、モッチアイシャドウを中心にのせていきます。パールとかラメとか入ったの塗りすぎると、一番最初に重ねた色がちょっとね、ぼけちゃってはっきりしなくなっちゃうので、まあそういう時はこう上からね、また塗ってあげると結構はっきり仕上がります。しっかりと温めたビューラーでまつげを上げていきます。最近使ってるこちらのビューラーなんですけど、これ RMK のビューラーです。まつげ上げました。まだあったかい状態なので、マスカラ塗らずにちょっとこう指とかでこうしっかりこうまつげを押さえてあげます。そうするとね、本当にカールキープできるので、こんな風に冷めるまで押さえ続けます。使ってるコンタクトはあのインスタグラムの時に載せてたあの写真と同じカラーコンタクトです。ポップレンズです。色が複雑でめっちゃ可愛いんですよ。最近使っています。で、いつも使っているケイトのラッシュマキシマイザーを使います。
構目頭のまつげもがっつりと塗っていきます。でこれ塗っていくときにこう全部中心に寄せて塗っちゃうと変になっちゃうので、全部外側に広げていくようにこう下地をまずしっかりと塗っていきます。そうすることで綺麗なアーモンド型になります。こっちもしっかりと塗ります。メイベリーのラッシュニスタを使います。これがダマにならなくて細かいところとかもしっかり塗ることができるので気に入って使ってます。やっぱまつげ美容液ちょっとかぶれるけどすっごいボリューム出るから好きやわ。で下マスカラも同じように塗っていきます。ダマができなくてつけた時にすごい軽いつけ心地なんですよね。ですぐ乾くからほんとまつげが落ちないです。はい、こんな感じで塗りました。じゃあ次はアイラインを塗っていきます。まずここに色をしっかりとのせます。で今回はリキッドライナーはもうジェルで仕上げていきます。粘膜の部分もしっかりのせて、この部分もしっかりとジェルをのせていきます。で次ブラシをこっち側にして寝かせるようにしてこの目頭の部分塗ります。で下も塗っていきます。この目頭とつなげるように色をのせて、黒目の下にこのジェルライナーをのせていきます。でこっち側がジェルライナー塗ってる方、こっち塗ってない方なんですけど結構やっぱ違いますね。でこっち側も同じようにこの黒目の下までジェルラインを引いていきます。でこっち側もこの下のアイシャドウとつなげるように塗っていきます。キメの細かいパールを目頭に塗っていきます。アイメイクできました。じゃあ次はベースね、塗って仕上げちゃいたいと思います。まぶたが腫れちゃってるっていうか重かったのでちょっと片目だけちょっと突っ張ってるんですけど、アイプチして対処理しちゃいました。で、最近やってるやり方なんですけど RMK のファンデーションをまず全体に塗ります。あ、でこの前に下地塗ってるんですけどこっち側に塗ってたものと同じコスメです。こう肌にツヤ感を出していきます。RMK はどっちかというとこう素肌感って感じのファンデーションなので、まずはちょっと全体に塗って、その上からマーシュフィールドのクリームファンデーション N を塗っていきます。で指でねちょっとこうのせていく感じ。 RMK とのね相性もすごくいいし、ポール&ジョーとの相性ともすごくいいので、マーシュフィールドは何でも合う。基本こう滑りやすい下地とかみずみずしい下地とかであれば本当に相性抜群です。で私はあえてほくろとかは残すタイプなので、あんまりほくろのとこには塗らないようにしていきます。ポン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 、どこかな、でもう一度さっきおでこに塗ったディープログラムのパウダーファンデーションを塗っていきます。ツヤ感とかも残したいのでいつも通りこの顔周りバーッと塗っていきます。でシミとかそばかす私この辺ひどいのでしっかりとのせていってます。でこういうちょっと細めのブラシで鼻ですね、こんな感じでのせていきます。で次ノーズシャドウです。ここの私最近ここの部分鼻高く見せたいので、ここは結構濃くね最近塗るようにしてます。
ここの部分にローライトを乗せてこうちょっと鼻を高く見せる。ここをまっすぐに入れちゃうとなんかやりすぎ感がすごかったりするので、しっかり深みを出してあげると鼻が高く見えるので、最近はここに行っています。で、中心にさっき塗ったディープログラムベースと同じ色のものを中心に入れていきます。で、さっきのこのロレアルのアイシャドウを使ってハイライト代わりですね、もう一度ここにハイライトを乗せて、こことのこの境目を綺麗に見せていきます。こういう感じかな。塗っていくと凹凸感が出て綺麗に見えます。シェーディングか、頬のあたりに丸みを出したいので、ちょっとこうカーブさせながら塗って、もう一度ディープログラムのファンデーションですね、さっきと同じこのベースと同じ色を下に入れます。で、次こちらの 3CE のチークをね塗っていきます。これもさっきのシェーディングした同じ位置にふわっとのせます。ふわふわふわって塗るタイプですね。ラメとかなんもない、もう本当にマット、冬とかにすごいぴったりなチークです。最後にリップ塗っていきます。 NYX のパウダーパフリッピーリップクリームの13番使っていきます。これはねポンポンリップなんですけど、めっちゃ良くて、これ本当にふわっとなってめっちゃ可愛い色です。こんな感じでふわーって塗るんですよね。ちょっとオーバーめに軽くなせます。メイク完成しました。インスタグラムで人気だったこのねメイクやってたんですけど、ちょっとロングじゃないのでねイメージつかへんかったら申し訳ないんですけど、頑張ってやってみました。ぜひですね皆さんもこのメイク参考にしてみてください。ちょっとこっちほんと固めへんで申し訳ない。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。